イチロー氏の記録45に残り4まで迫ったものの、無念の盗塁し、レッズ74フィリーズ、日時間25日シンシナティフィリーズのトレーターナー内野手が24日、日時間25日、敵地、レッズ戦で盗塁しを喫し、連続盗塁成功記録が41でストップした。5回2死1三塁で一塁走者がスタート。三塁走者のターナーは、捕手の二塁への偽投げに誘い出された形で三件に挟まれ、タッチアウトとなった。記録は盗塁し、イチロー氏の記録45に迫った中、思いがけない形での幕切れに、SNS では、お粗末な終わり方、こんな形は残念だとの声が相次いだ。3年越しの記録があっけなく途切れた。5回2死1三塁の場面。一塁走者がスタートすると、捕手は二塁へ送球する素振りを見せ、すぐさま三塁方面にくるりと方向転換。ダブルスチールを狙ったのか、三軒の中間ほどまで飛び出していたターナーは挟まれる形となり、無念のタッチアウト。初回に四球で出塁し、連続盗塁成功記録を41に伸ばす二盗に成功していただけに悔しいミスとなった。ターナーの記録はドジャース時代の2022年9月6日から継続してきた。メジャー記録は1988から1989年まで50をマークしたビンス・コールマン氏、当時カージナルスで2位は2006から2007年に45を記録したイチロー氏、当時マリナーズ。ターナーは歴代3位となるロングストリークだった。ベンチの作戦だったのか、ターナーの判断だったのかは定かではないが、SNS ではターナーはこの賭けに負けてしまった。こんな形で記録が途切れるのは残念だ。走るなよ。リトルリーグのようなプレーだ。誘い出されちゃったか、と、突然の記録ストップを残念がる反応が相次いだ。一方で、歴代2位の記録を防衛した形のイチロー氏の偉業に対し、こんな形で記録が途切れるとは、イチローさんは偉大ですな。やっぱりイチローは、神、星と比企との誇りが並んで、神再評価する声も集まった。メジャー史上最多タイとなる3度のサイクル安打に2度の盗塁を獲得と歴史に残るスピードを誇る30歳。再び記録に迫ることはできるのか。フルカウント編集部。